懐かしいな。ヒュートでもすごいな、お前出やすいわ。狙いに行かない方がいい、こうやって定番のやつで。そうね、どうもー、はい、でーす。こんばんは、メンバーあるあるビンゴ第2弾、楽しかったやつだよ、面白かったな、あれ、はい、前回みずきくんとさくちゃん、私、はい、やったから、今回はこうやってない3人、はい、なるほど、で今回まずは僕の席に座ってる橋本ちゃんのあるあるよろしくお願いします、書いていきましょうと、ちょっと前回を、うん、はい、ルールを変えまして、はいはい、あの前回はなんかその誰かのあるあるなのに左から順番に開けていけてたっていうそのビンゴじゃないじゃない、あれもビンゴシステムなんでもあるあるある発表会でしょ、あるある発表会です。今回はこの本人言われてる本人がちゃんとあの書かれた書いたやつ、あ、なるほど、だからもう本人はもはやビンゴを書く必要ないっていう、あるあるを9個書けばいい、なるほど、そうそう、本人が書いたあるある9個の中からこの4人がビンゴしましょうっていうゲームをちゃんと変えます、はい、なるほど、じゃあ早速やっていきましょう、はい、橋本ちゃんあるある、ね、自分で考えるとむずいな、俺が挙げたキッチンつけてくれて嬉しい、あ、これでしょ、濃いよね、これ嬉しい、うん、それやばいな、あ、ちょっとでれん、まあこれは入るだろうな、あるあるってマジむずいよね、これチャラル、マジむずいっすよ、いや、ユウト笑ったから何かいや、これダメかな、そう、ユウトの笑いが結構ギリギリ出てるよ、大体ユウトやっぱり危ないから、うちいけるかな、あの笑いだから、あれめっちゃおもろかったで、ダメだったら、ダメだもん、おもろかったな、もうそれ判定すぐ始まっちゃうんだから、ね、そうだよね、真ん中に来ていいやつがあんまない、そう、難しいよね、うわ、なんだろうな、なんだろうな、よし、じゃあこれ、これでいこう、なんか結構みんなが勝ちそうだなって、どう変えました、やばい、待って待って、俺全然来てないわ、俺まだと5個も来てないんだけどマジで来てないわ、マジ、オッケー、お楽しみの時間が来たと、さあ、結果一番楽しいから、お楽しみの時間が来た、それじゃあ皆さん書き終わったでしょうか、はい、はい、いけてる、さあ俺のことをどれだけ分かって、自信あります、一個ずつ発表してください、いきます、じゃあ一番自信あるやつね、俺は書いてるだろうってやつ、はい、じゃあこれ、はい、いきます、1、筋トレしがち、あ、まあ、筋トレ系、はい、料金だけだと思う、はい、申請あるわ、あ、申請どうですか、たびたびパンプアップしてる、あ、いいでしょう、よし、はい、はい、緊張すると上羅腕立て、あ、いや、何それ、わかる、わかる、いやいや、緊張する現場の前、ライブの前でもさ、上羅で腕立てしてない、ね、そうそうそう、やってるやってる、割とね、真っ赤っかりしてる、そうそう、よしって言って、上羅で腕立てするんだ、あれめっちゃ怖いんだよ、ブーストのメイキングの宣伝にも入ってましたね、マジか、書いてない、いや忘れてた、これだけは書いてない、当たり前すぎて忘れてた、そ、事実だから割と筋トレも、うん、あるあるじゃないなと思っちゃった、もはや、次いいでしょ、続きまして、テンションの差がある、テンションの差がある、ちょっと攻撃でいいですか、はい、いいですよ、自分で始めたノリに照れる、あーわかります、はずいな、最後までケツ持たないんだよね、そうだ、これあるのはその廃止家の束縛器も自分で始めて照れてる、照れてる、そう、自分が出してみんなが笑ってくるのを嬉しいのに求められるとなんかちょっと照れちゃう、照れちゃう、じゃあどうしようかな、じゃあ続きましてトラビスの話をよくする、あー全然入ってない、しめちゃんネタはあったわ、めちゃめちゃそれあるわ、やばいな、1ミリもハマってないんだけど、俺も1個出てないわ、しめちゃんとかしーくんとかマーチくんの話をよくするしてるしてるしてる、しやっぱ雑誌のコメントほぼこれですから、確かに近況のトロビスリーズ本場じゃない、そうそうそう、確かにな、なんだろうな、じゃあ続きまして、まあ、これは書いてんじゃないかな、一人でどっか行きがち、うわうわちょっとごめんなさ い, いやうわこれうわこれうわいいですよ、多分同じようなことだと思うんだよな、ね、みんな正解ですけど、いいけど書くんですか、それを書きますよ、書いてますよ、ここに書いてました、すごい、はい、まあいいでしょう、まあ、おーいいです、いいでしょ、ゆるい、笑顔でブチギレって書いてんだけど、あーでもそれも多分いいと思う、大丈夫です、オッケー、オッケー、ありがとうございます、ゆるいぞ、来たリーチ、リーチだ、じゃあ続きまして、はい、まあこれはでもシンプルですね、あの急に髪型変えたりする、
あ、ないよ。髪色急に変えがちいいっすよ。ダブルリーチ、ダブルリーチだ。続きまして、海行きて。あ、ちょっと申請したいわ。いいですよ。夏になるとサーフィンしたがる。あ、正解でいいですよ。江ノ島を神格化しすぎている。よっしゃ、もう一回通らし、尾崎豊かになりがちって書いてあるあ橋本は海強いけど、尾崎さんはちょっと違う。違うあるだけだね。よく女性ゲストに好きなメンバーを聞く。うわー、確かに。確かに。ちなみに誰が一番好きですか、ちなみに誰が一番タイプですか。はい、女の子関係を聞いてないです。じゃあ続きまして、サウナ行きて。はい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 、入ってる入ってる。怖いと よく言われる。あ、俺これいきますか。瞳孔開きがち。あ、正解でいい。インスタの写真瞳孔開いてるか。そうそうそう、迷ったけど。だからもう怖いことでしょ。はい、怖いことだガンガン出していけばいいでしょ。はい、どうでしょうかな。怖いよ。ビンゴした、怖いよ。ビンゴしたい、ビンゴしたい。コンサートでお客さんを友達せがちっていうやつがあるね。何それ。みんな野球楽しかったって言った後にみんなウェイじゃなくて、どっちで行けばいいか分かんないから、へーみたいな一発目になるんだよ。あー、みんな楽しく。怖いとはまた違うかな。よしよし、いや、うん、俺が怖い、怖い、ね、じゃあ申請します。はい、遅刻しない、怖い。いや、全然怖くないよ。怖いと思ってるやつが怖いよ。俺は違う、入りが早すぎるって感じです。あ、確かに。これ開いたらビンゴなのよ。はい、下歯茎見せることに快感を覚えている。そんなことありますか。ぐち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 ぐ初めて聞いた。初めて言われた。自分を追い込むときめっちゃ嬉しそう。怖いね。怖い。怖い怖い怖い。ニゴリました。これ怖い。怖い。これ OK。怖い。はい、これ言ったらビンゴ。はい。キモ鼻歌。え？そんな言うよ。鼻歌キモくない？いや、わかんない。俺も時間がある。時間がある。鼻歌のチョイスキモくない？一番怖いんだよ。自分で作った歌とか歌ってたりする。そうとか、そのドラえもんの歌のワンフレーズ一生歌ってた。あ、そう。あ、いいよ、正解です。OK です。よっしゃ。マジ？怖いんだよ。俺永遠に気に入ったワンフレーズをずっと言い続ける癖がある。マジで怖いんだよ。そんな歌ってる時ある？いや、さっきの収録っていうか、これ回ってる時も。鼻歌キメえなと思いながら。いやいやいや、そんな気持ちあるんだ。怖いの、キモいのじゃん、チョイスの鼻歌の。でもこれは何歌ったっけ。ドラマの高橋あかりさんにも同じこと言われた。やめてくださいって言われて、同じワンフレーズ永遠に俺がずっと言ってるから。しかもなんかファルセットとか、そのなんか原曲のなんかオクターブ高いとか低いとか、なんかハモリとかで歌ったりするの。ファルセットとかハモリとかで歌ったりするの。気づかなかった。うわー、なんだろう、中心が全然さ出てこないんだよ。俺もそうなんだ。ミスったな。ちょっとおもろいところだね。なんだろう。これはもう確定演出でしょ。楽しんでくれてるだろ。あ、俺もし。気づかなかった。いいこれ、OK です。うわー、いいなー。やばい、もう終わっちゃうよ、これも。これ怖いか分からないけど、ライブの時の喋り8割息っていう。あ、それ似たようなもんだわ。心配になるけどね、倒れないかっつってね。確かにね、怖いやつね。息多いからね。学年主任の先生みたいなサングラスをつけがちっていう。誰誰。あ、山の元崎さ、学年主任のなんかさ、スポーツ。あ、山の元崎。あれ普通に怖いよ。あのみんなの山登りの人。それ普通に怖いよ。そう。他なんかいいのありました？ありました？いいの。いや、最悪今もうフィーバータイム。あ、そうね。基本的に言うよ今は。あ、煽りの最後に、あのバカになろうぜって言いがち。あ、確かに言うかも。ちょっとさ、普通にさ、牛タン食べがちとか入れてほしかった。いや、そう、ね、ネギお願いするとき謝るとか。あ、懐かしい。王道だわ、それ。これ一番王道だと思う。ダンセッサー。ダンスあるある。もうない、出してきたな。出てこない、出てこない。素晴らしい。いや、じゃあもうみんなとりあえず、いいね。ありがとうございました。いや、素晴らしい。おもろ。もっとだな、あがりさんの。自分のあるあるむずだよね、意外とむずいんだよね、自分のって。いやね。
意外と出てこなかったね。いやびっくり、そうだし別になったらしいですよね。うわーやばいね。自分のやつなんかもう狙いに行かない方がいいもんな、こういうのって。本当定番のやつで、そうだね、行かれてきてるね、うん、あるわみたいな思いつきたいよな。なんか自己分析みたいな時間になるね、これ。うん、うん、そう、みんなが書きそうなやつだもんね。自分のイメージだもんな。マジでやばい。どっちを表現が難しいんだよ。ブルーユータのやつ書いとこう。でもなんか音下品なら知れてもない。言うとダメだわ。バキュンバキュンバキュンもかんじゃん。あ、すいませんすいませんすいません。うわ、なんだろうな、マジで難しいな。言うとでもすごいな、お前出やすいわ。いや俺もうボロボロ出るよ。なんか書ききれないから。お前すごい溢れ出るわ、すごいわ。いいことあったらアンダルシアのリズムで手叩く。いいよな。え、うわ、取っとけばよかったな。受けたから。うわ、出したら受けたから。受けるでしょ。うわ、今のはそんなだと思って出しちゃった。どんなあるある。うわ、ちょっとあと1個。20個書いたよ。自分の考え。自分の考え。マジで。では行きましょうか。はいよ、はい。自信あるよ。ラップを口ずさむ。あ。はい、審議。急にラップの音楽を流す。ラップバトル急に始めがち。そんな始めない。急に始めるよね。え？よよよ。急に始めない。あ、俺だけ被害者。いや、俺だけ被害者。俺だけ被害者。よとか始めるじゃん。急に。そういうイメージは。あ、じゃあるあるだよねこれって思った。俺だけ。確かに確かに。言うと対してはあるかもしれない。そうだよ。いや、それはいいです。いいです。マジで。俺ラップするときこう両手で指揮みたいな動きしがち。これどうですか。それはいいよ。大丈夫。ライブ始まる前心地いい音楽かけがち。え？かけて入ってこない。衣装は。あ、流しながらってこと。流しながら入ってこない。あ、まだヒップホップ系も多いし、まあ今いいでしょ。いやいやいや。心地いいイコールヒップホップ。いろいろ日によるよね。そうね。そう、夢の国系の時もあれば。あ、ディズニーの時もあるし。全然なんかロックの日もあるね。もあるし、なんか爽やかな洋楽の日もあるみたいな感じ。それちょっと違うんじゃない？あれ。俺のターン。俺のターン仕切ってくるじゃん。ちょっと違うんじゃない？こっち側が否定もあるね。じゃあ次、ジュリ君に弱い。ジュリ君の射程。事実でもない。射程じゃないから別に。まあまあいいでしょ。ないな。もっとじゃ結構インマインド系な感じが多いのかな。そうかも。性格的なところ。はい。くしゃみめっちゃする。うわ、知らない。入ってないわ。入りそう、入れそうになった。死に行くもん。そう言われると本人の知ってるわ。意外とこっち深く捉えてないよ、そこら辺。あ、本当？確かに、言われると知ってるわ。くしゃみしてるし。してる。確かにな。じゃあこれ攻めるよ、俺。あ、いい。結構攻めるよ。否定から入る。入ります。あ、入ってない。あ、入ってない。入ってない。あ、マジで？これ入ってない。確かに、でもそういうとこあるよね。いや、そう。これで大将に指摘されたんだよ。最初に指摘されたの。俺、ハリサンプ指定から入るよね。結構仲いいやつやるね。いや、でも俺、そんなの。帰っちゃった、ここで。そんなの。帰っちゃった、ここで。いや、びっくりした。俺のターン、俺のターン。俺のターン仕切るなんて。まあまあまあ。確かに否定から入る。いや、そうなんです。それ対処に俺たときも、いや、そうかなって言っちゃったもん。否定から入っちゃった。否定から入っちゃった。これまた攻めるよ。逆張り。あー、書いてない。嘘、書いてない。世間の流行にやっぱ逆張りしがちなんだよ。あー、流行りフィッシュバーグ的な流行りもんっていう理由だけで聞かない。なるほどな。流行ってる映画だから見ないみたいな。あー、なるほどな。これって合ってんのかな。じゃあローラーで迫力ありすぎて馬みたいになりがち。それ逆張りじゃない。これ逆張ったんじゃない。逆張った。それダメか。じゃあこれもダメだ、確かに。何？テンション上がってローラーでステージから落ちる。やめろって、あるあるじゃねえか。これ逆張りか。あ、でも八文字近いのあるわ。テンション上がってミスるっていう。テンション上がって電落ちるし、テンション上がって骨折るし、この間テンション上がってステージから落ちました。椅子に座るとき姿勢悪すぎて一回落ちる。それが OK です。じゃあそれ関連いくよ。俺自分で書いてない。座り方終わってるって。一回座り直してんだけど落ちて。そうそう、いや俺座り方はねダメなんだよね。よしきた。どうする？今パンポン言ってくよ。論破に持ってきがち。
ない。ゴールドアクセ席。あ、はい、はい。おお。アクセサリーはゴールドつけがち。これいけんのかな。はい。初めての現場ブランド物つけて威嚇しがちって。正解正解よく気づいたね。そうだよね。すごいね。よく、そう、そうだよ。これは初めての現場ほど高いものつけてくる。負けないように。負けないように。よくわかった。すごい。これ可愛い子甘やかしがち。はい。来た。自分を好きな人に甘々になりがち。あ、はい、正解。そうだよ、ね。カメラ回るとめっちゃ食う。あご飯いっぱい食べがちで、あ、まあ、それもほぼ正解。まあ、日常的に多分食ってる方であるけど、ね、回ると俺無限に食べるんだ。確かに。カメラ回ると声高い。あ、そうだね。本当におもろい時激高声で笑いが次じゃあハンチング。ああ。服何着持ってるのって思わせがち。思わせがちって別に思わせてる時間がないけど服いっぱい持ってるって意味だじゃないですか。猪狩君を好きと怖い、なぜか二択の後輩。あんまあ、いいでしょう。遅刻の第一声、ほんとマジすいません。遅刻の第一声、時間にルール。遅刻の第一声、ほんとマジ、いや、ほんと申し訳ないと思ってるからいいよ。よしよしよし。じゃあ、すいません、寝てました、向かいます、WW。これは。いや、やったことない。いや、マジでやったことない。待って待って待って、これはたまにな、心で、心で、心が、心が。違う違う、やってるやってる、マジでやってない。いや、心がもしかしたらなんか、いや、これやばいって、マジで。これはよくあるわ。いや、これやってない。これいいよ。やってないって。これ悪い、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 ダメダメ、バスも違うか。え、あと知識マウント。あ、でも二重にするの奥の手だと思っている。これたまにやってる。確かにたまにやってるで、ね、出してていい。何も、ライブの帰り片付け遅くてテンパりが。確かに。テンパりが。確かに。マジすマジ。すいません。テンパり。もうみんな、もうみんな行く。もうみんな行く感じ。え、マジあるある。あとはもうシンプルなの、ご飯屋の席で左座りがちとか。ああ、まあ、それはそうだね。アンコール回収者つけがち。つけがち。あるある。今日右座ってめっちゃ当たったもん。めっちゃ当たった。不便でもしょうがないかと思ってた。ああ、ごめんごめん。ぐらいかな。すごいね。いや、だ、うん。もう時間？もう時間なっちゃったよ。あと15分ぐらい撮影。すいません、申し訳ないです。ありがとうございます。すごい頑張ってる。いやー、まだ面白いの出せそうだな。だから自分のすごいとこ止まんないな。よし、来た。みんなかけた？かけたよ。これだよ。早いね。じゃあ行きます。一つ目、心優しい。いや、始まった。ないな。始まった。書いてない。死んできたか。大丈夫。やばい、ないな。これめっちゃ気持ちよ。ない、ない、心優しい。2、年上の余裕。ないな。あるあるじゃない。ない。あるあるじゃない。ない、ない、ない、ない。高橋シュートないな。ないないだよ。3、水泳が上手。ない。事実だし。4、大きな声が出てすごい。そっち系はないね。そっか。5、おケツが男らしい。おケツ。ない。ない。ない。7、はい、眉毛も男らしい。ああ、眉毛な。ないですね。8、演技が上手。ないです。ごめんなさい。失礼ですけど、ないです。ごめんなさい。9、茶髪が似合う。ごめんなさい。ごめんなさい。ないです。ないですね。以上です。独り言がうるさすぎる。楽しくなると、人にもう静かにしてと思わせがち。よく暴れてすごい。それ全然違う。あ、違う。全然違う。じゃあ、はい、はい。移動車の中で、はい、うるさすぎてすごい。あ、なるほどね。じゃあ正解だ。よし、ありがとうございます。それで言うと、じゃあたまに TPO を間違えられるのがすごいとね。のがすごい。間違えることができる。すごい。間違えることができる。TPO を間違えることができる。違うんだ。僕もちょっと似たようなの返してきた。やっていいこととダメなことの境界線がない。あ、確かに。のがすごい。確かに正解です。ありがとうございます。それいいのか。野球の結果でテンション変わる。あ、それは正解です。あ、これ正解。野球の話する。あ、正解。野球見てるときスマホの音も高橋自身もうるさすぎる。あ、なるほどね。のがすごい。すごい。じゃあすごいんだったら正解。ありがとうございます。1日1回以上投球フォームのイメトレ。野球してるしてるわ。シンプルなあられっていいですか。いいよ。走っちゃう。正解。あるある。今日朝走っちゃったからね。短パン履くっていうの。
ダブ履くです。ありがとうございます。正解で。同じスニーカーを回しててすごい愛してて、同じ服が長くて愛してる。ああそう愛してる。でも俺もそう、ハマったらとこと。ご飯も服もハマったらとこと。そうだね。正解や。趣味に飽きがく。あ違う。趣味飽きはずっとハマってるからね。な横浜以外の土地に対するリスペクトがない。のがのがなんかすごい。のがすごい。横浜愛がそれぐらい深いというか。あそうか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 。地元つながりで言っていいですか。いいよ。いや俺の地元の友達やんちゃなんだよ。WW。で誰だね。WW シリーズ。俺人激イタに見せるシリーズや。俺 WW ってすごい傷つくね。傷つく。言ってないんだよ。そうだ傷つく。WW 言ってない。言ってないんだよ。人に変なあだ名つけがち。ああ。つけてないけどね。あ本当ですか。今でもガリさんじゃない？ガリさんとかね。昔はね、そうやん。そうやん。ガリちゃ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 ん。そうやんってやばいね。だってこのモッサンもだって。モッサンもそうだね。今モッサン。モッサンもそうだし。水地もそうだね。水地もそう。俺だけ関連性ないんだよ。悪口だよ。名前が入ってないんだよ。悪口だよ。ただの悪口だよ俺。悪口だよ。突然のエッグい刈り上げ。突然のすごいもんね。びっくりしちゃう。そうだよ、美容師さんにねよく言われるんだ。本当いいの本当に。あ、オッケー。ありがとうございます。コーヒー好き。ああ好きだよ。ね、いやそれ聞いたことない音で。なんかバーみたいな。ジョ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 。バー。違うよな。いや確かに長いじゃん。そう水地ひげ剃り化してさ、俺のひげ剃りからまだ出たことジョ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 みたいな。うわちょマジアンダルシア取ってきゃよかったな。アンダルシア喜ぶと嬉しいことあるとアンダルシアに手叩く。めっちゃ喜んじゃうそれ。そうあおもろいな。それってあなたの感想ですよね。これはどう。言ってない言ってない言ってない怖いよ。誰なの。言ってない。あれ違います。言ってない言ってない。それはないよ。いつから俺がそういう風に見えてたんだよ。怖いよ。しかもそれが旧宅の中に入ってたら怖い。確かに旧宅のうちもう以上かな。出てきたできた。面白いこれ。いや面白かった。これできまし結局これもうそうなんだよな。このビンゴ関係なくなっちゃうあるあるを出し合うルール改善したけど、あるあるを言い合ってる瞬間がめっちゃ面白いですよ。あ楽しかった。はい、もうじゃあこのまま締めちゃうか。コンプリート。はい、ということで全員分のメンバー選考終わりました。いや面白かったね。皆さんも友達とね、あの喧嘩にならないで、気の知れた友達と俺らの関係値だから成り立つ。そうそう、危ないよ初対面だったらやばいからこれ。そうそう、ということで皆さんまたありがとうございました。ありがとうございました。